変わらず豚ばかりの場所だ。準備はどうだ？いい感じに進んでるよ。ねえねえ、ここどこ？出荷されちゃうの？出荷じゃないから心配いらないわよ。ところでネプテューヌはどこだ？ネプテューヌちゃんなら向こうでランブタちゃんたちと遊んでるわよ。そうか。ランランたち出荷されちゃうの？大丈夫、いい子にしてれば出荷されないよ。本当？本当だよ。だからちょっと一緒にこっち来ようね。おいネプテューヌ、仕事だ。あ、マジッチ、見て見て、ランブタに芸を覚えさせたんだ。ねえねえ、なになに？出荷よ。そんな、まさにランランとのあうんの呼吸。誰が豚に芸を仕込めと言った？けどランブタたちが檻の中は狭いから嫌だって言ってるしの。檻の中、はあ、マジ、はあ。いいからさっさと檻の中に入れろ。やだよ。きせめい、豚の分際で私をおちょくるとはいいど。何それ怖い。ちょっとマジッチ、ランブタが怖がってるからやめなよ。てか私に用があったんじゃないの？そうだったな。貴様には別の仕事ができた。侵入者？へえ、こんな辺境の塔に来る人なんているんだね。相手はネプギアだ。できるな。ああ、いつかはそういう日が来ると思っていたけど、もう来ちゃったんだ。私とて鬼ではない。儀式が終わるまでの時間さえ稼げばそれでいい。できるな。それならできそうかも。なら奴は貴様に任せた。はあ、SU社がいる場所はまだですの？ちょっと歩き疲れてきましたね。喉も渇いちゃったかも。私もですわ。こんなに歩くなら飲み物を持ってくればよかったですわ。じゃあこれあげる。あら、これはご親切に。ありがとうが、冷たくて喉越しも良くて美味しいですわ。口にあって何よりだよ。あ、どうしたのネプギア、金魚みたいに口をパクパクさせちゃってさ。お姉ちゃん、なんでここにいるの？久しぶりだねネプギア。ゼロ次元以来かな。そっちの巨乳のお姉さんもホテルのお風呂ぶりだね。え、どうしてあなた、ベールさんも知り合いなんですか？ええ、前にホテルの屋上で知り合ったのですが、まさかネプギアちゃんが話していた別次元のネプテューヌだったなんて。驚いたでしょ？驚くも何も信じられませんわ。あの時は湯気でよく見えませんでしたが、本当にネプテューヌそっくりなんですのね。けどどうしてお姉ちゃんがここにいるの？それは私が秘密結社アフィマクスの一員でネプギアたちの迎撃を頼まれたからだよ。どうしてお姉ちゃんが秘密結社にいるの？まあいろいろ経緯があってね。けどまあそういうわけだから一勝負させてもらうよ。私お姉ちゃんとなんて戦えないよ。私もできればネプギアとは戦いたくないよ。でもこれ悲しいけどそういう筋書きなんだよね。私の番ですわね。一気に決め
すわよ。貫きなさい、シレットスピア。きたきた。かけさせないでくださいね。さて、何をしましょうか。お使いになって。いいタイミングです。何をしようかな。これが私の女神の力です。だけはありますわね。ネプギアと巨乳のお姉さんも十分強いって。ネプギアもこの間よりも格段に強くなってるよね。でレベルも高くなってるし、そりゃ当然か。そのメタなところもネプテューヌそっくりですわね。お姉ちゃんお願い、そこをどいて。私たちこんなところでお姉ちゃんと戦ってる時間なんてないの。それに私ちゃんとなんか戦いたくない。うん、いいよ。え、私のお仕事ってネプギアたちの足止めだから、別に倒さなくてもいいんだよね。それに足止めしなきゃいけない時間とか言われてないんだ。だから私的にはもうお仕事完了ってか。キューヌ、あなた何を考えて。それじゃあまたねー、ネプギア。お姉ちゃん待って。言ってしまいましたわね。お姉ちゃんどうして。気になるのはわかりますが、今は S 社を止めるのが先ですわよ。はい、わかってます。わかってるんですが、私以上に関係があったため割り切れないのはしょうがありませんわ。でしたらその思いごと S 社の元へ持っていきましょう。あのネプテューヌが私たちの前に立ちはだかったということは、何かしら S 社と関係しているということですわ。つまり S 社さんが秘密結社と何かつながりがあるということですか。私の考えが正しければですわ。だからそれを確かめるために前に進むしかありませんわね。